おはようございます。速稼塾の久保です。早朝はちょっと冷え込むような日差しになってきましたね。今日は10月29日、いよいよ11月12月と、あと2ヶ月を残すのみの2019年ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。継続はできてるでしょうか。さあ FX の相場解説も私もね、丸3年を超えまして、いやー懐かしいなと思います。3年前の今頃、2017年のね今頃っていうのは FX 全然勝てなかったのに放送してましたからね、非常に恥ずかしかったなと思います。そういう意味では私はプライドがないわけなんですよ。プライドをなくしてですね、自分がうまくいくことを常に目指してるんですよ。うまくいくためにだったらどんなことでもやる、それが私のまあ言ってみればプライドなのかなと思いますけどもね。で今日はですね、速稼塾のコンテンツの中にプライドを捨てるという、そういう風なね、2017年にお送りしたテーマをもう一回お付けしておきますので、よろしかったらご覧ください。さあそして今日提供する話題はですね、昨日3人のレンガ職人のお話をしましたけども、こちらの方がね、まあ、思いのほか反響を呼びまして、あこういう話久しぶりにしてみようかなと思ったんで、今日はですね2人のことをやっています。2人の靴職人です。そうなんですよね、2人の靴職人が、まあ、大陸にいたわけですよ。大陸から2人の靴職人が一緒に、まだねあの島に行ってないから、あの島に行ってみようよって言ってから、ある島に行ったんですよ。船でコトコトコトと行くわけですよね。でその島に着きました。そうするとね、たくさんの人がいるんですよ。1万人10万人100万人ぐらいいるんかなっていう感じ、すごい人がねうよいよいよ歩いてるんですよ。で2人の靴職人がこうやって見るとですね、あれこの島の人たちは靴履いてないぞっていうふうに顔を見合わせるわけですよ。で1人の靴職人は、うわーこいつら靴知らないわ、ダメだこりゃ、おいおい靴をいくら頑張って作ってもこいつら靴履かないから売れないよ、俺先帰るなとか言って帰っちゃったんですよ。もう一つ残された靴職人は、いや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 、みんな靴履いてないのうよいよ歩いてるじゃん、ということは靴むちゃくちゃ売れるんじゃないのっていう風にして、その二人目の靴職人はそこで靴屋さんを始めてですね、それが大ヒットするっていう話なんですよね。みんなが靴を履き始めるんですよ。ここで何が学べるかというと、今の現象を捉える目が2つあるってことなんですよね。1人は誰もやってないからダメだろうというふうに考える、1人は誰もやってないから流行るだろうと考える、そういうことなんですよ。じゃあ皆さんはね、これを置き換えていくと、砂漠をイメージしてください。砂漠に家を建てて誰か買う人いますか？いやこれ砂漠だからさ、店もないし道路もないし水道もないし、これはダメだって引き返す人もいれば、お砂漠じゃんっていうことは、道路を引いてビルを建てて飲食店作って、いやいやいや何でも商売流行るんじゃないのみたいに考えて、まあ今のねドバイみたいになっちゃうということもあるんですよ。ドバイって砂漠の中に作られた都市ですからね、本当にゼロから作ってる都市なんですよ。でドバイといえば最近は海老名ですよね。海老名もねドバイのようになっていくんじゃないかなというふうに言われてますけども、さあいかがでしょうか。今日立花隆さんの記者会見があるそうです。そして海老名にはですね、安倍理恵さん中心とする海老名の速稼塾グループもございますんで、こちらの方拠点にね、私もこれからいろいろと考えていこうかと思います。で2人の靴職人から学べることっていうのは何かっていうとですね、これね実はマクドナルドなんですよ。マクドナルドの藤田伝さんっていう方が以前ですね、まあ、ここで日本でこのマクドナルドのオープンしようかなと思った時に、ものすごい役員会議に反対があったらしいんですよ。おい日本ではパンなんて食べる習慣ないからやめとけ、日本でそんなハンバーガーみたいなわけのわかんない誰も知らないものが受けるわけないじゃないかっていう風にして、2人の靴職人の1人目のようにね役員会では反対に遭いました。でも藤田伝さんは、いやもうこれはねパンなんてライバルがいないんだからこれやるんだとかね、銀座に第1号店を出したわけですよ。その後日本でマクドナルドがどうなったのかということは皆さんご存知の通りですよね。さあ一つの現象から捉えられることっていうのが無数にあるということです。今日のまとめになりますけども、現象は一つ、解釈は無限ということでございます。皆さんがねどんな解釈をするのか、そこに人生の分かれ目があるんではないかなと思います。私はですね、前回もお伝えしましたけども、もうすぐ50ですよ。47歳になってもうすぐ50だからもう若いもんにはかなわないやって考えるのも一つ、50だから若いもんには負けんぞと、お前30年のお前アドバンテージがあるんだっていうふうに考えるのかなんですよね。皆さんいかがでしょうかね。さあそれでは今日の放送は以上ですけども、プラス1点例のやつにつきまして、今日はですねボーナスレターをお届けしますので、速稼塾塾生さんは会員サイトからご覧ください。ダウンロードもできるようにしておきますので、しっかり ご覧いただきまして、今後の皆さんのね資金活動にお役立てください。ガッポガッポガッポとも分かりますよ。それでは失礼します。